2月7日に FF7 リバースの特別番組ステートオブプレイが放送されて、 FF7 リバースの新情報とファイナルトレーラーが公開された。体験版も配信開始して、その体験版はニブルヘイムの過去を丸々体験することができて、さらに製品版に体験版セーブデータを読み込むとプレイした部分を飛ばすことができる。つまり序盤が無料で配信されているということになる。新情報も大量で、 FF7 リバース発売前の最後の祭りが始まった。特番では新しい情報とともに、普通に見ただけではわからない重要な情報も隠れている。公式サイトも更新されている。今回は速報としてこれらをまとめていく動画となる。ここからは FF7 リメイクと原作 FF7 関連作品のネタバレを含む。まず冒頭からセフィロスがクロマテリアについて話す。クラウド、俺はクロマテリアが欲しい。俺はクロマテリアが欲しい。とのこと。 FF7 リメイクシリーズではセフィロスが星の運命、つまり原作 FF7 の流れを知っているかのような言動があったため、セフィロスの目的については原作と異なる可能性もあり曖昧になっていた。今回のトレーラーでセフィロスの目的はクロマテリアであることが語られた。しかしまだセフィロスが本当の目的を隠す嘘の可能性も残っているが、大筋は原作通りという開発者インタビューの言葉を信じるなら、クロマテリアでメテオを呼ぶというのは外さないように思う。またこのシーンではクラウドの幻覚らしきエフェクトが入っていることから、このセフィロスは幻覚、クロマントのいずれかと思われる。次に、ソンが丸い物体を台座に置く。まるで FF10 の寺院の台座のような物体に、ソンが丸い物体を置くと何かが起動していく。ソンの後ろにはレノとルードがいる。その後のシーンで北条の語りと共に、古代種の神殿らしき建物が姿を現す。預言者の降臨、しもべたちの祝福、いわば歴史のターニングポイント。北条の語りは次の通り、預言者の降臨、しもべたちの祝福、いわば歴史のターニングポイント。正直これだけでは北条の頭の中だけに答えが存在しすぎてよくわからない。英語版を直訳すると、終わりの始まり、信仰者の祝賀、全人類にとっての分岐点となっている。英語版的には、古代シセトラたちがクロマテリアを封印した人類の分岐点だと言っているように思えた。英語版と比べると日本語版はわかりにくいように思えるけど、原作 FF7 と同じような設定の古代種の神殿があって、リバースの北条は古代種の神殿のことを知っているということがわかるシーンだと思われる。この情報の入手元は、もしかしたらイファルナやガスト博士かもしれない。その後にレノとルードが出てきて、クラウドたちと一線交える描写がある。背景を見るとライフストリームのような緑の光と、空中に浮いているかのような建造物が確認できることから、古代種の神殿の中なのではないかと思われる。邪魔するぞ、トロ。次にユフィとクラウドの連携アビリティ、雲外装填。バレットとエアリスの連携アビリティ、スウィートギャングスター。レッド13とエアリスの連携アビリティ、マリオネットサーカスの映像が流れる。バレットとエアリスのスウィートギャングスターについては公式サイトに説明が載っており、バレットとエアリスがカッコつけて遠距離攻撃するとのこと。バレットとエアリスが同時にサングラスを装着しているのが面白い。そして何やら機械のようなものに入り込むパルマーは、原作でいうところのロケット村で戦うシーンのリバース版かもしれない。コルネオも全く懲りずに再登場。危ないと思うがアプスの上に乗っている。ゴールドソーサーの闘技場らしき場所で、エアリスとティファとケットシーで戦っている。コレルプリズンのボスであるロンリーゲスは、ファンキーなキャラクターであることを見せつける。謎の和風な場所で待ち受けているのは、前に考察した通り、やはりギルガメッシュであった。このトレーラーと同時に出たインタビューで確定した。声は毎回ギルガメッシュ役でおなじみの中井和也氏と思われる。お主が来るのを待っておったぞ。 FF5 で出てきたギルガメッシュは様々な FF シリーズに出張しているが、 FF7 リバースにも出張してくることになった。 FF7 リメイクから出てきた新キャラローチェも続投となり、クラウドの格好を見ると一般兵の格好なので上のジュノンで戦うことになると思われる。次にクラウド VS セフィロス。謎の建物内と思われる場所でクラウドがセフィロスに切りかかる。周りは炎に燃えているが、クラウドの片当てはトゲがついているので過去のニブルヘイムではないように見える。刺した見た目はニブルヘイムの過去のシーンを彷彿とさせるが、セフィロスはダメージを負うことなくクラウドに話しかける。そうだ、それでいい。空っぽの心を怒りで満たせ。セフィロスは
空っぽの心を怒りで満たせ、という。空っぽというのは FF7 リメイクでも重要なキーワードとして使われ、5番街スラムの BGM は、空っぽの空で FF7 リメイクのテーマソングである、ホロウのアレンジ BGM となっている。インタビューで明かされているが、ホロウの日本語の仮のタイトルは、空っぽの雲となっている。野村クリエイティブディレクターが出したこの曲のキーワードは、クラウド視点、雨の中佇む。であった。そして作詞した野島氏の中では、何か大切なものをなくしてしまった男の歌、と解釈して書いているとのこと。大切なものをなくしているクラウドに対して、セフィロスが怒りで満たせと問いかける。それは原作の竜巻の迷宮で精神崩壊したクラウドが言っていた。セフィロスへの怒りと憎しみ、それは俺がセフィロスのこと忘れないようにと、セフィロスがくれた贈り物、という悲しい発言とリンクするものを感じる。そしてキャッチコピー、守る世界に君はいるのか、が出た後に、傷ついたザックスと、傷ついた意識のないエアリスが映る。エアリス、帰ってきたぞ。エアリスはザックスによって助け出されたのか、どこかで倒れているところを救出されたのかは不明ながら、帰ってきたぞと言っていることから、ザックスとエアリスのミッドガルに戻ってからの、初めてのしっかりとした会話と思われる。ここから前のトレーラーでも出てきた、マリンのシーンに繋がっていくと考えられる。守る世界に君はいるのか、というキャッチから考えると、エアリスが目覚めるかどうかがこの疑問に対する答えとなる。次に、謎の仮面の存在。赤い場所で敬語で話し始める仮面の存在。我々はその漆黒の宝珠を黒マテリアと呼んでいます。どうか黒マテリアを我らの元に返していただきたい。貴族の洞窟のボスであるギ、ナタタクかとも思うものの、ルーゲンハーゲンの姿が見当たらないのと、黒マテリアを欲しがるセリフに違和感を覚える。我々はその漆黒の宝珠を黒マテリアと呼んでいます。どうか黒マテリアを我らの元に返していただきたい。ギ、ナタタクのようなモンスターは別の映像で出てきている。このため貴族ではない可能性もあるが、ギ、ナタタクの覚醒前という可能性も考えられる。様々な可能性があってわからないが、もし貴族と仮定すると、貴族はもちろん人類や古代種と共に昔から生きてきた存在と思われる。もしかしたら古代種が封印した黒マテリアを奪って、世界を破壊するという目的がリバースで加わった可能性も考えられる。しかし貴族でないとすると、新たな展開を思わせるキャラクターとなる。次にクライシスコアのキスネが登場する。この村に何の用？あなた。公式サイトも更新されて名前も載っている。ゴンガガに住む青年団のリーダーで、マコウロ爆破事故の復興支援のために村を訪れ、そのまま移住する。経歴は不明ながら、類稀な戦闘能力とリーダーシップで、青年団を指揮し、マコウの影響で増加するモンスターに対処している。タークスのシスネはクライシスコアでザックスを探し当てることができず、その後に続きが描かれるビフォアクライシスという派生作品で、ラスボス撃破後に行方不明になっている。この設定が生きているのなら、行方がわからなくなった後に、マコウロ爆破事故の復興支援のためにゴンガガへ出向いたことになる。なぜゴンガガに行ったのかと考えると、ザックスの両親と会ったことが関係していると思われる。まだわからないので考察に過ぎないが、ザックスを守れなかったが、ザックスの両親は守る。という意思の可能性もある。シスネはクラウドを見て驚く。公式サイトのセリフ見出しには、ごめん。ちょっと知り合いに似てたから、と記載されている。ジェノバ擬態クラウドがザックスに見えたのか、それともエアリス周りの別の可能性も考えられる。クライシスコアのビーチでの会話を見ると、シスネはおそらくエアリスのことも知っているはずなので、どんな反応を見せるか気になるところになる。そして次に、FF7 リメイクから続投のジョニーが走ってくる。コスタデルソルのシーンと思われる。クラウドのリゾート衣装や水兵のセーラー服に身を包んだバレット。夏仕様のティファとエアリスのリゾートスタイルも出てくる。レッド13は女性陣の衣装を見て、一瞬、巣に戻ったような、え？という反応を見せる。レッド、どうかな？そしてクラウドの口から、クロマントはコスタデルソルにも集まっていることが明かされている。原作にはこのようなシーンはなく、ビーチに北条がいるだけだったが、展開が拡張されているものと思われる。次にコレルプリズンを背景にケットスイがおなじみの占いを披露する。後ろには砂漠移動用のバギーがあることから、ゴールドソーサー、コレルプリズンから脱出する時のシーンと思われる。次に山らしき場所ではしゃぐユフィは、相変わらずマテリアを欲しがっている。一応故郷のためでもあるのだが、そして様々なロケーションが映るが、コスモキャニオンとニブルヘイム以外は謎の場所が映っている。ニブルヘイムには入り口だけなのに、やはり原作通りに大量の黒マントがうごめいている。そして、バギーに向かって飛んでくるイリーナ。嘘！おとなしく投降しなさーい！
おとなしく投降しなさい、ということなので、タークスは指名手配のクラウドたちを、原作よりもしつこく追ってくることがわかる。セフィロスを追う方の任務はどうなっているのか気になるが、そして、ヴィンセントの仲間入りのシーンも描かれる。タイミング的にニブルヘイム近辺と思われる。おそらくタイニーブロンコと思われる乗り物に乗り込んでいる。次にアンダージュノンでの新しいイルカのミニゲームが出てくる。公式サイトによると、イルカの気分を盛り上げることで、スピードも上がっていきます。とのこと、原作にもあったジュノンのパレードは、ティファも神羅一般兵の格好に着替えて参加することがわかる。ジュノンのパレードのミニゲームは、FF7 リメイクのミツバチの館のダンス形式で、タイミング合わせてボタンを押していくものと思われる。山のトロッコのミニゲームは公式サイトによると、来れるの山のトロッコとのこと、途中で目にする神羅ボックスを壊すことでアイテムが手に入る。次にライフストリームを操るかのような、エアリスのシーンが見られる。この場所がどこだかわからないが、ライフストリームが豊富にあるならば、トレーラーの最初に出てきた古代種の神殿の可能性もある。さらにまた、古代種の神殿らしき場所でシドがエアリスに語りかける。お別れってわけじゃねえ。帰りの足がいるだろ。待ってっから、ちゃんと帰ってこい。ちなみに原作では古代種の神殿の後に、エアリスがいなくなってしまう展開となる。お別れってわけじゃねえ。帰りの足がいるだろ。待ってっから、ちゃんと帰ってこい。原作を知っていると希望につながるのか、切ない別れになるのか揺さぶられるシーンになる。ところ変わってルーファウスが待っている。背景を見ると海が見えることから、ジュノンの一室かと思われる。そこでクロマントの人物が現れる。孫によると、ブータイのスフール総督の使者を名乗る者が、面会を求めています。とのこと、ウータイは現在神羅と停戦中で、暫定政府が存在していて、ユフィなどの忍びをミッドガルに送り込むなど、反神羅の活動をしている。スフール総督というのが、現在のウータイ暫定政府の総督と思われ、その使者としてクロマントが来ているが、このクロマントは汚れた裸足で靴も履いておらず、髭を蓄えた顔をしており、かなりワイルドな風貌で、死者かどうか疑問が残る。セフィロスコピーのクロマントはわかりにくいが、靴は履いておらず、裸足のように見える。なのでセフィロスコピーかと思いきや、背中に特有の模様が入っていないように見える。一説では現在配信中のスマホアプリである、エバークライシスの新キャラ、グレン、とも噂されているが、まだわからない状態となる。その姿を見てルーファウスは、前に身を乗り出していることから、知っている人物、かとも思える。この知っている人物とは、顔見知りとも限らず、有名人の可能性もある。可能性としては、有名人であるために、顔が割れているため、セフィロスコピーを装った何者か、ウータイ関連の裸足でも歩き回れる体の強さを持つ人物は限られる。グレンは有名人かと言われると、エバークライシスではまだ描写がないのでわからない。これから追加される設定もあるかもしれない。もったいぶっているところを見ると、ウータイを率いていたユフィの父であるゴドウの可能性もある。原作で戦うことを考えるとフィジカルも強そうである。リメイクのユフィ編で、ゴドウは現在投獄中と明らかになっている。おそらくウータイと神羅の戦争の責任を被っているものと思われる。脱獄して何らかの目的でジュノンに来た。よってクロマントはゴドウの可能性もある。しかしあそこでマントを取って正体を明かしたら、神羅に捕まるだけのはず。そう考えると、ウータイが側を装った神羅側の人間、もしくはどこにも所属しない人間かもしれない。タークスの活躍を描いた原作 FF7 の過去を描く。ビフォアクライシスに出てきた元タークス主任ベルドの可能性も考えてみた。シスネと同じくビフォアクライシスでは行方不明となっているが、生存していることは示されている。ベルドはプレジデントに処刑命令を出されたものの、ソンとルーファウスによって、娘エルフェと共に処刑されたように見せかけて逃がされている。そしてリバースの時点ではもうプレジデントは亡くなっているので、逃げ隠れる理由は減っている。しかし、死んだ兵などに見つかると厄介なことにはなる。そしてクロマントの姿に変装しているのかもしれない。そしてベルドの娘エルフェは、バレットたちが率いる前の、元祖アバランチを率いていた人物。そしてリメイクでは、本流アバランチとウータイが手を組んでいることが明らかになった。このつながりからベルドがウータイの中枢に入り込んでいて、神羅に見つからないようにクロマントを装って、ソンとルーファウスに会いに来た可能性もある。このシーンはベルドが過去に逃がされて救われた事件に関わる二人、ソンとルーファウスしか部屋にいないように見えることも、ベルド説のキーポイントになる。ここまで書いてきて、まだ誰かはわからないものの、これがどの人物だったとしても、リバースの続編3作目のウータイ編へ続く伏線になると思われる。次にダインの悲痛な叫びがこだまする。俺の手はもう血まみれじゃねえか。もうどうしようもねえじゃねえか。
原作を知っていれば切ない気持ちになるシーンでしっかりとリメイクされていることがわかる。次にティファを襲うクラウドが描かれる。ティファの後ろは前のトレーラーで出てきたゴンガガラ式場所の停止した魔鋼炉の魔鋼だまりにも見える。もし仮説が合っているならば、ティファはクラウドによって魔鋼だまりに突き落とされたことになる。クラウドは言う。かつてジェノバは愛する者、恐れる者の姿で人に近づき欺いた。俺は騙されない。クラウドがセフィロスにそそのかされていることがわかるが、ティファが本当にセフィロスの擬態である可能性もある。クラウドがティファと叫ぶシーンとくっつけると、クラウドの情緒がおかしなことになる。かつてジェノバは愛する者、恐れる者の姿で人に近づき欺いた。クラウド、俺は騙されない。やはり情緒がおかしいので、クラウドが上を向いていることを考えると、おそらく叫ぶシーンは別のシーンと思われる。もしかしたらくっつけた間にクラウドが正気を取り戻したり、何かしら別のシーンがくっついて、クラウドの情緒の波がちゃんと描かれている可能性もある。例えば、クラウドがティファを突き落とす。ティファが魔鋼だまりに落ちる。ウェポンと遭遇する。クラウドが仲間に悟されて正気を取り戻す。ウェポンが魔鋼だまりからティファを弾き出す。という流れなら無理はないように思える。ただこのシーンは口パクが合っていないように見える。クラウドが誰かを疑っているのは確かだが、ティファを突き落とすのは別の理由の可能性も考えられる。次にザックスがセフィロスと対峙する。5番がイスラムの教会らしきところに入ろうとするセフィロスを、ザックスが呼び止める。セフィロスは、お前ではダメだ、と言って、切り捨てるモーションに入る。お前ではダメだ、というのが、クラウドでなければセフィロスの目的を達成できない、という意味にも聞こえる。ザックスはセフィロスにとって、計画にない人物のようにも感じられる。だからこそ、計画にない予定外の運命として動けるかもしれない。さらに教会内部では、クラウドとエアリスが話しているシーンが描かれる。エアリスがクラウドに白マテリアを渡している。原作では忘られる都の泉に沈んでいった白マテリアを、クラウドに渡そうとしている。これ、持ってて。このマテリアがきっと、世界を、救う。このシーンはクラウドの片手にトゲがついている。ザックスのタイムラインだとクラウドは片手にトゲがないので、リバースのメインタイムラインのクラウドと思われる。でもミッドガルの教会に戻ってきているのが少し不可解なように見える。ユフィー編のエンディングで出てきた教会では苦しそうにする人たちが出てきた。録画禁止区間なのでイラストで失礼するが、ザックスのタイムラインでは、教会はライフストリームの流れが行き交う交差点の可能性もあった。もしクラウドとエアリスのシーンが、ザックスのタイムラインと繋がっているなら、つまりザックス世界は、ザックスはすでに亡くなっていて、ライフストリームが作り出した世界という可能性も出てくる。そして、気になるのがクラウドがバスターソードを背負っていない。ザックスとセフィロスのシーンでは、ザックスが教会の脇にバスターソードを立てかけている。バスターソードが一つしか描かれないことが、ザックスのタイムラインである可能性を考える要素になっている。しかしクラウドとエアリスのシーンが、ザックスのタイムラインと関わりのないミスリードの可能性もまだある。そうするとザックス生存世界線で、ザックスとセフィロスが対峙するということになる。どちらのパターンにせよ教会のエアリスにはリボンがない。ということは忘られる都で貫かれた後に、この教会に現れたという可能性もある。しかし、リメイク、リバースは原作 FF7 の運命が見える存在が複数いる。リバース世界が原作と異なる世界である、と仮定すると、教会に現れたのは原作世界のエアリス、という可能性も出てくる。ただし、素直に受け取るなら、白マテリアを取り出すためにリボンを外しただけ、という単純な可能性も存在する。エアリスの夢の中で、これ、持ってて、このマテリアがきっと、世界を、救う、と言っているのかもしれない。英語版のセリフを直訳すると、ほら、持って、これは私のためじゃない。世界を、そして君を救うためなんだ、となっている。クラウドが白マテリアを持つことが、世界とクラウド自身を救う。白マテリアが活躍しそうなのは、ホーリーが姿を現す。原作のラスボス戦からエンディングに当たる部分。ということは、これは3作目の伏線となり、リバースの次の3作目で原作と少し異なるエンディングを迎えるための、キーアイテムとなる可能性もある。そして次のシーンではセフィロスが出てくる。クラウドたちと対峙するセフィロス。クラウドたちの中にエアリスは見当たらず、セフィロスの後ろには忘られる都の貝のような建造物が見える。古代種の神殿でエアリスが離脱した後の、忘られる都を思わせるのと、リメイクのフィーラーを取り込んだセフィロスと同じような雰囲気を感じる。怒りと悲しみは増幅し、星の力となるのだ。怒りと悲しみは増幅し、星の力となるのだ。悲しみと怒りを自身の目的に利用しようとしているように見えるセフィロス。悲
悲しみと怒りが具現化したような悲鳴を上げるリメイクのフィーラーの関係が気になる。最後に忘られる都の祭壇のような場所でセフィロスを迎え撃つクラウドが描かれる。コマ送りすると後ろにフィーラーも飛んでいる。前のトレーラーでエアリスの後ろにもフィーラーが飛んでいた。それを考えると忘られる都の祭壇である可能性はあり、上から降ってくるセフィロスをクラウドが迎え撃つ様子に見えることから、エアリスをクラウドが救おうとする可能性もある。気になるのはセフィロスがゆっくりと降りてきていることと、逃げる素振りがないということ。つまり幻影のセフィロスの可能性もある。ただの幻影であればこの勝負は無効となってしまう。結局のところ忘られる都の展開はプレイしなければわからないことには変わりないものとなる。ゲームプレイ映像は浜口ディレクターの語りとともに FF7 リバースの詳しい紹介がされている。ちなみにスクエニでは珍しくゲームプレイ映像動画のコメント欄が開放されており、大荒れすることはないと踏んでいるのか、スクエニの自信を感じられるように思える。まず広大なワールドマップについて説明する場面で、原作と概ね同じような位置に同じエリアが広がっているが、西の大陸の北から北の大陸までが雲で覆われていて、隠しているのか不明だがリバースではいけないのかもしれない。あとは原作であったロケット村の周辺にあたるロケットポートエリアが見当たらない。この辺りはリバースで行けるのか気になるところ。北の大陸にあるノースウッドエリアはおそらくボーンビレッジ、眠りの森、忘れる都のあるエリアと思われる。ミドルオーシャンと呼ばれる海が今回 FF7 リバースで自由に動き回れる海のエリアではないかと考えている。グラスランドエリアの説明ではブロックが積み上げられた門を登れる様子が見られ、ワールドマップの動き回れる範囲の広さを感じさせる。ジュノンエリアの説明ではアーケード街のようになっているジュノンの映像が見られた。コレルエリアの説明ではコスタデルソルでセグウェイ、ウィリーに乗るエアリスが見られることから単独操作ができることを示している。ウィリーには右下に走行距離が表示されているが、距離に応じて何かがあるのかもしれない。ゴンガガエリアの説明ではジャンプ台のようになった植物をチョコボが踏んでジャンプする様子が見られた。僕にはマコールのようなものがあるので、そこに向かってジャンプしながら移動していくのではないかと思われる。コスモエリアの説明ではゴンガガと少し異なりチョコボが空を飛んでいる。左下にはモーションセンサーと記載されており、PS5 コントローラーのモーションセンサーによる傾き検知によって空を自由に飛び回れるように見える。モーションセンサーはオフにもできるような表示に見えて、普通にスティックでの操作も可能のようだった。ニブルエリアの説明では空を飛び跳ねているようなチョコボの映像が見られて、前のエリアのチョコボの操作とはまた違った空の飛び方ができるのではないかと思われる。またロケット村のエリアの説明がないため、リバースでは立ち寄らない可能性も高いのではないかと思われる。ミドルオーシャンの説明ではジュノンを背景にタイニーブロンコが海を駆け抜けている。タイニーブロンコも操作できることが確定した。こちらも PS5 コントローラーのモーションセンサーを使用できるようで、まさに船を舵切って運転しているような感覚を得ることができる。原作通りに忘られる都まで行くのにもタイニーブロンコを使用していくものと考えられる。探索要素は前に説明があったものが掘り下げられて紹介されている。チャドリーのワールドレポートについてはバトルするだけと思いきやチョコボを捕まえたり、原作ではゴールドソーサーにあったモグハウスのミニゲームをプレイすることになるなど、リメイクであったバトルレポートにとどまらない多彩な内容となっている。さらに召喚獣のクエストもあり、召喚の祠のシーンではアレクサンダーが登場している。コンドルフォートのバーチャルミニゲームはリバースでも登場。自動で攻撃するユニットを配置して敵の陣営を侵略する戦略ボードゲーム。リメイクではユフィー編でできるミニゲームだったが、今回はクラウド、バレット、ティファがこの世界の中に取り込まれるとのこと。公式サイトの説明によれば、強力なスキルを持ったヒーローユニットとしてクラウドたちが戦いに参戦とのことで、よりゲームに入り込めるような要素になっている。同じくユフィー編に登場した本家アバランチのナヨ、ポルコも登場し、リメイクで登場した原作にいない新キャラは、かなりの人数がリバースでも続投となることが分かってきた。エンシェントマターと呼ばれる、未知のエネルギーを発する正体不明の物質の調査もある。エンシェントマターの周辺では時空の歪みが生じ、不思議な事件が巻き起こるので、ここからギルガメッシュの世界へアクセスする可能性もある。これらがチャドリーの探索要素に含まれているとのことで、リバースではチャドリーの役割の重要性が数段アップしているように見える。チャドリーの要素だけでも盛りだくさんながら、まだ世界を旅する要素はある。それが、何でもやクエスト、リメイクでもあった要素だったが、今回はパーティーメンバーの中からパートナーが一人選ばれて、二人の会話を楽しんで、仲を深める要素として機能する。映像ではレッドが写真を撮ったりと、
ただバトルしてアイテム取ってきてという依頼にとどまらない。多彩な依頼になっているように見える。依頼にはミニゲームも含まれるようで、ティファがカエルに変身している様子が見える。公式サイトによると、フロッグフラップというミニゲームでカエルに変身して飛び跳ねながら迫り来る障害物を避け、最後まで生き残りカエルマスターの称号を目指すもの。何でもやクエストはチャドリーの依頼とは異なり、キリエやジョニーからの依頼などより人間同士の関係性がクローズアップされる。依頼主との人間関係とパートナーと二人の人間関係が際立つ作りになっており、より人間味を感じるものとなっている。リメイクでの何でもやクエストは物語が進むと消滅していたが、リバースでは期限はなく、消滅することもなく、いつでも進行具合を気にせずにプレイすることができる。ゴールドソーサーのミニゲームの紹介では、3D バトラー、G バイク、チョコボレースなどの今まで紹介されているものに加えて新しいものも紹介された。原作にもあったシューティングコースターは、公式サイトによると戦闘機、スピードウィングに乗り込み、迫り来るギルガメッシュ軍を撃退するゲーム、レッド13がボールを蹴るミニゲームは、原作でボールを蹴るコスタデルソルのレッドを思い起こさせるようなもの。公式サイトによれば、ラン・ワイルドというミニゲームで、レッド13が獣たちと巨大なボールを奪い合い、ゴールを決める真剣勝負に挑む。ゴール前に立ちふさがる守護神チョコボの動きを見極めて、鋭いシュートを決めていく。リメイクのクラッシュボックスを進化させたような、デザートラッシュというミニゲームは、公式サイトによれば、アンダーソーサーの荒くれ者が、ストレス解消のために遊ぶ、ボックスぶっ壊しゲームで、様々なギミックが用意されたエリアで、制限時間内にボックスを壊せるだけ壊すとのこと、コレルプリズン編でプレイできるミニゲームのようであった。射的のような、パイレーツランページというミニゲームは、コスタデルソルの露天で遊べる射的ゲームで、あちこちへ動き回るターゲットを正確に撃ち抜くもの。ジュノンのパレードのミニゲームは健在で、新羅兵に変装するレッド13も再現されており、かなりの違和感で面白い。そしてなぜかレッドもノリノリだった。FF8 や FF9 にあったカードゲーム要素もあり、大会が開かれている。ここの合間の映像で眠りの森らしき場所のシーンが出てくる。セフィロスは、黒マテリア使うはず。止められるのは、私だけ。セトラだけなの。エアリスはクラウドの夢に出てきたように見えて、一瞬でクラウドの後ろにワープするなどしている。エアリスの目的は、セフィロスが黒マテリアを使うはずなので、それを止められるのはエアリス自身だけと語る。その声はかなり低く暗いもので、自身の運命を知っているかのようにも映る。ウェポンが2体いる映像や、ラプンツェルのランタンのような、タイのコムローイのような空に浮かぶ光、ワスラルル都でうごめく大量のフィーラーが映る。大量のフィーラーは、ファイナルトレーラーのセフィロスと対峙するシーンを考えると、リメイクの最後のようにセフィロスに取り込まれるようにも見える。グラフィックの説明では、ギ・ナタタクのような骸骨の存在が出てくる。また、先日 PS 公式の動画で少し見えていた、クラウドがフィーラーに囲まれるシーンは、ゴンガガのマコウロ内部のようだった。このクラウドは様々な説が出ており、大きく分けると、セフィロスに乗っ取られている説と、ただクラウドがバトルしてるだけの説がある。なぜセフィロスに乗っ取られている説が出るのかといえば、クラウドの構えがセフィロスに似ているからとなる。銃撃を余裕でかわすクラウドの動きと表情は、解釈によってはセフィロスに乗っ取られた動きとも取れる。ただ仮説のため、真相は現時点では不明。先ほどのファイナルトレーラーでは、ゴンガがマコウロらしき場所で、クラウドがティファに襲いかかる。口パクが合っていないように見えるシーンがあった。このシーンと繋がるのなら、セフィロスに操られたクラウドがティファを襲った可能性もある。キャラクターの操作要素については、バレットの射撃やユフィの鍵縄、ティファのワイヤーガンやレッド13の壁走りが紹介されている。ケットシーは物を投げ飛ばすアクションができる。エアリスはライフストリームを操作できる。このシーンは古代種の神殿のような場所となる。合間の映像でタイニーブロンコが海に浮かび、シドが登場する映像が出てくる。シドはブロンコ海運を名乗っている。この度はブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございましたと。次に選択肢によって仲間の好感度が変化することが説明される。好感度は都度確認することができて、顔アイコンの様子で判断できる。顔アイコンを確認しながら、ゴールドソーサーでのデート相手を調整することができる。原作のように、誰が来るのかわからないドキドキは少ないが、確実に狙った相手をデートに誘うことができるようになる。よく見るとレッド13やケットスイにもアイコンが表示されているため、原作になかったこの2名とのデートも実現するのではないかと思われる。パーティー全体の絆である。パーティーレベルも存在している。仲間たちが試練を乗り越えた時に成長していくとのこと。成長はスキルツリーで表現され、個別キャラの成長プラス連携技の解放も兼ねたシステムになっている。そしてスキルツリーはいつでもリセットしてやり直し可能で、このスキルいまいちだな
という時にリセットして別のスキルを習得させることもできる。ここまでが FF7 リバースの特番で紹介された内容となる。凄まじいボリュームで本気を感じる内容であった。しかしそれだけではない。日本語版の2つのトレーラーには存在しないステートオブプレイ本編だけで流れた映像がある。ゴールドソーサーで歌うエアリスは VR で構成された姿に見える映像が流れる。なので歌うエアリスは合成技術によって作られたものか、過去に歌ったものが VR で表現されたもの、それか普通に本人が VR 空間に姿を現しただけのいずれかなのではないかと考えられる。そのどれかによって歌の意味もエアリスが歌う意味も変わってくるので重要な点となる。ただこの VR 劇の最中に黄色い花びらがクラウドの元に舞ってくる。それは FF7 リメイクで描かれた再会の花。リバースでは忘られる都の運命が描かれるが、何があったとしてもたとえそれがどんな形でも再会は描かれるのではないか、そんなことを思わせる再会の花だった。今回は取り急ぎファイナルトレーラーを解析しました。後からさらに動画で解析を追加する可能性もあります。皆様も考えたものがあればコメントで教えてください。まだゲームプレイ映像に隠されたものも多数あるために、次の動画をチャンネル登録してお待ちください。まだ体験版はプレイできていないですが、このような細かさで解析していきたいと思います。こちらもチャンネル登録してお待ちください。他にも様々な情報が来ていますが、当チャンネルで細かくまとめ切ります。動画グッドも良ければお気軽にどうぞ。ご視聴ありがとうございました。